まもなく販売するホアチの WK99 スーパープロテクトマスク、今回はその生産工程を紹介したいと思います。まずこのマスクを生産する前に、作業者は IS08 圧力消毒室入らなければなりません。この消毒室は作業前に消毒を行うことが必要です。消毒作業が完成してから作業場へ入ります。クリーンルームでのホアチの W99 スーパープロテクトマスクの生産工程を紹介したいと思います。どういう生産工程があるのか、そしてマスクの表面にある W99 のロゴをどうやって作り出しているのかをお見せします。では早速クリーンルーム作業場へ入ってみましょう。ご覧の通り、生産工程において無人服を着用しています。今見えているこの生産ラインを紹介したいと思います。このスーパープロテクトマスクに使われている原材料を見てみましょう。左手に見えている青色のロールは防水材質の布であり、マスクの1層目に使われます。2層目は殺菌消毒できる布で、すでに特許を取得しております。3層目はポリプロピレン不織布、4層目はドライとなる布で、この4枚の布を重ねてマスクの本体部分を作ります。この装置は圧着する機械であり、マスクを入れると W99 のロゴを作成します。次は紐付け装置にマスクが入っていくと、紐付けられて1枚ずつ包装されてから箱に入れられます。そして1箱に25枚の独自包装されたホアチンの W99 スーパープロテクトマスクになります。こちらを見てみましょう。ここでは紐付けられた完成したマスクを作業者による引っ張りテストや品質確認作業を行います。今回このクリーンルーム作業場に入り、ホアチンの WK99 スーパープロテクトマスクの生産工程を見ることができました。ホアチンの WK99 スーパープロテクトマスクは2021年1月28日にて販売を開始します。続きまして CM での紹介映像を放送しますので、こちらも楽しんでいただきたいです。ホアチンの WK99 スーパープロテクトマスクは数ある権威の認証と特許を持ち、4層の保護構造により新型コロナウイルスを含む殺菌が可能となります。1層目は大きな水分分子をブロックし、2層目は強電解を持つ超微細ファイバーにより細菌やウイルスを効果的に層の中に閉じ込めて、それらの細胞膜を分極電解によりスパークで発火して殺菌し、感染を防止する。3層目はその他の粒子質をろ過できるだけでなく、2層目の強電解フィルターとともに補聴効果を生み出し、 PM2.5 などの浮遊粒子をろ過する効果を得られます。4層目は内側から飛沫をブロックすることによってウイルスやバイ菌から健康を守ります。